ケビンはこの先にいます。どうやら君たちは確かに相応の資格を持っているようだ。終焉の権力、世界のあらゆる輪廻は君たちの前にある。ケビン、これは君たちが手にした機械だ。しかしそれを背負う能力も必要だ。みんな、ハイペリオンの手法を忘れないでね。メイ先輩やブローニャと合流しないと。これは地球の歴史の結晶。君たちが向き合うのは進化してきた生命の歴史だ。子供時代は必ず終わる。残された道は数少ない。逃げるつもり？一網打尽にするよ。合流できる。来たよ、メイ先輩。ええ、私に任せて、キアナちゃん。
カゴの中へ飛び。ストライク、セイ、ヤッ、セイ、リジン、ヤッ、ヤッ、兵は機能なり。ちょうどいいわね。投影、心のままに。鳥たちが空を占拠し、翼竜は時代から姿を消した。偶然の運命も時に万物を変える。息を止めなさい。メイ先輩、ブローニャのところに行こう。ええ、もちろん。やっと来てくれたんですね。どう？協力した方がいい？ブローニャをサポートしてくれるというなら反対しませんが。手動操作開始。コンプレートリープリペアード。指示を進めます。安全性を解除します。私の番。この時代は必ず終わる。残された道は数少ない。コンプレートリープリペアード。どうやら次はブローニャの得意分野のようです。文明が崩壊を作り、崩壊が文明を滅ぼす。エリア崩壊。ありがとう。新たな起源が訪れる。これが全ての起源であり、全ての破滅でもある。成長しています。いや、うん、S 級戦術。あらゆる命はカゴの中の鳥。聞きません。コンプレートリープリペアード。エネルギー解放。全エリア放火。キアナ、準備。地球の終わらない歴史を終焉は一つずつ記録する。子供時代は必ず終わる。残された道は数少ない。ありがとう。アナイアレーション執行します。コンプレートリープリペアード。反応検査一掃します。私たちのパワー。はい、来て。ありがとう。コンタクト位置に着きました。エネルギー解放。全エコンプレートリープリペア。崩壊を作り、崩
界が文明を滅ぼす。あらゆる命はカゴの中の虎。方向って。いや。しずく。コンプレートリープリペアード。火力連携構築。反応検査。一掃します。期限が訪れる。これが全ての期限であり、全ての破滅でもある。ついてきて。方向再指定完了。地球の終わらない歴史を終焉は一つずつ記録する。時代は必ず終わる。残された道は数少ない。はっと S 級戦術。いや、いや、聞きません。いや、文明が崩壊を作り、崩壊が文明を滅ぼす。はっ、 A は機能なり。人類は惑星を統治した気になっていた。しかしそれは子供時代に過ぎない。いいだろう。君たちはゴーマの試練をクリアした。この力、彼はついに来い、僕が背負う全て。崩壊獣。うん、これは選択も存亡も関係なく、今万人の理想が大いなる願いとなる。来るがいい。これが救世の命。梵天百獣、この身に加えゴーマが深淵にいたり、救世が剣を抜く。これが人類のキマイラ、聖魂の終点。終焉を乗り越えた文明の剣。一掃します。こいつに勝てなければ、君たちは火種という夢を背負えない。今回僕は自分の命を重厚に押し込める。君たちが全てを超えられるように。
送します。私の番。ありがとう。
全装置解除します。ナイス！
重装備永久配置。予想よりもずっと硬いだけだよ。このままだとむしろこちらが追い詰められてしまいます。いや、こうなったら断りの律者の力を使って十分な数のムーンライトスローンを作るしか。起動。ブローニャちゃん、ここは任せて。はい。ここはシークレットキーのもう一つの使い方を見せるね。ありがとう、アイ。委員長？ええ、みんながあなたたちの力にね。セイフレイヤだけじゃないわよ、天命も。いや、外れる。レゲントロピーも。かつてのお前の敵も。もちろん、世界で自分の運命のために必死に戦ってる人たちも。それだけじゃないよ。これは、これは地球、ひいては無数の平行世界の中で、あらゆる普通の人たちがそのできる範囲で出せるエネルギー。そう、大多数の人にとってそれは微々たるものでしかないけど、その力を一箇所に集める方法。例えば私のコアシークレットキーがあれば、匹敵することなんてできないほどの強い力になるから。みんな頑張って。これが最後の戦いだよ。反応検査一掃します。起動状態確認。来ました。
ケビン。君の勝ちだ。つまりこれで終わりなの？ああ、これで終わりだ。聖魂計画の残りも君に支配され、君は本物の地球の神になる。それに関してはあまり興味ないや。しかしそれは全人類が終焉を超えるために必要な最初の一歩だ。はいはい、神の話はそこまでにして、その逆で人として手合わせしてみない？それもまた面白い。私たちはカスラナ同士だからね。キアナ、僕たちは互いのことをよく知らない。だがもし機会があったら、きっと君と僕はいい友人になれると思う。何を言ってるの？今の私たちだってある意味友達でしょ。それなら野球のコツを君に教えた方がいいだろうか？いいの？あんたが私に勝てるとは限らないよ。やっ！そろそろ最後の切り札を出す番だ。望むところだよ。ここまでかな。ああ、ここまでだ。マユに見届けられながら君は完全な終焉の権能を手に入れる。それでいい。じゃあ、あんたは？僕はそろそろ行かないと。彼らのいる場所へ。残念だと思う必要はない。これは僕の願いだ。今なら胸を張って彼らに言える。みんな待たせたなと。わあ！うわあ！かんちゃん、それは食べちゃダメ！うん？頭の上に何かふわふわしたものが。あ、かんちゃん、お父さんの髪を噛んでる。あれ？そういえば、朝起きたら髪が濡れてたとかで、何か余計な発明をしたんじゃないかってメビウスに聞かれたんだけど。どうやら、これが真相のようじゃね。わあ、私も猫ちゃんと遊びたい。気をつけてよ、その猫ちゃんはすごく凶暴なんだから。情熱的なディストピアに驚いただけでしょ。猫は素っ気なく接すれば接するほどこちらに興味を持ってくれるという説がある。なるほど。缶詰がケビンから離れようとしないのはそれが理由なんだね。はずれ。缶詰がケビンのことを気に入ってるのはケビンがこっそり餌をあげてるからよ。ふむ、私も夜中こっそりキッチンに入っていくケビンを何度か見たことがある。ああ、料理で缶詰が重くなったわけですね。ダメだよ、ケビンの旦那。このままだと
カンちゃんが豚になっちゃう。ケビンの旦那、聞こえないふりしないで。もう、カンちゃんに餌をあげちゃダメだからね。みんなあなたのことを話しているみたいよ、ケビン。僕は何も知らない。みんなのところに行かなくていいの？こちらの方が静かだ。それに。それに？僕はもう少しメイと一緒にいたい。私もよ。メイ、空を見上げた時、君は何を考える？いい天気とか、空気が澄んでいて晴れ渡っているから、夜になれば満天の星が見えるでしょうね。かつての君は、空にある星は全て敵だと言っていた気がするが。ええ、輝く星の光は美しく残酷で、気を抜いたら私たちを飲み込んでしまうんじゃないかって、そう思っていたわ。ああ、かつての僕もそう信じていた。じゃあ今は？今は考えが変わったの？いや、君は正しい。だが、今の僕は信じたいんだ。あの光たちは、脅威だけでなく、未来を切り開く希望も、もたらしてくれるのだと。忘れるところだったわ。あなたってロマンチストだったのよね。勇敢で、何があっても揺るがないのに、その純真な一面を捨てられない。すまない。謝る必要はないわ。私はそういうあなたが好きなんだもの。そういうあなただから、私たちは、すべてをあなたに託したの。今まで、お疲れ様。いいんだ。それが僕のすべきことだったから。だが、ありがとう。私たちが無理やり押し付けた重荷なのに、あなたって本当に真面目よね。お礼を言いたいなら、直接みんなに伝えればいいと思うけど。ケビン、お肉が焼けたわよ。早く来ないと、全部ファルドに食べられちゃうよ。なんで私なの？一番食べてるのはさくらの姉ちゃんなのに。みんなもあなたを呼んでるみたい。そろそろ行きましょう。ああ、行こう。心配しないで。今回は私も、みんなも、一緒よ。もう、あなたを一人ぼっちにはさせないわ。本当に、いい天気だ。